オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースのお時間が参りました。どうぞ最後までお聴きください。番組は2部構成でお届けしています。第1部は 10月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは日本最大手のオンラインフランス語学校 アアンサンンンサブル・アンフランセがお送りしていますこの番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています詳細は番組の最後にお知らせいたしますのでぜひ最後までお聞きくださいでは早速10月第3週目に フランススで注目されたニュースを順番にご紹介しますイギリス人のフランス国籍申請数が2015年の8倍にブレグジットを見据えて10月10日水曜日フランス内務省は2017年にフランス国籍取得を申請したイギリス人の数が3173人に上り フランス国籍の全申請数のおよそ3.5%を占め2015年以降でおよそ8倍に急増していることを明らかにしました来年2019年に迫るイギリスの EU からの離脱を見据えた動きが加速しています世界遺産で有名な南仏・オーロ県で大規模な洪水これまでに 10月14日日曜日午後から続いた猛烈な豪雨によって南フランスの世界遺産で有名なカルカソンヌなどを含むラングドック地方のオード県で大規模な洪水が発生しこれまでに11名が死亡、9名が負傷し2名が行方不明となっています。このの地域の 三ヶ月から四ヶ月分に相当する雨量がわずか数時間で降ったことになり、最近の洪水では最大規模の被害に見舞われています。パリの地下鉄を清潔に、LRTP ーーが清掃強化計画を発表、汚名返上なるか、10月16日火曜日、LRTP ーーパリ交通公団と イルドフランスモビリテ、イルドフランス公共交通労働組合は、地下鉄及び駅構内の大規模な清掃強化計画を発表しました。計画には、利用者へのマナー向上を呼びかける案内表示、地下鉄利用者が問題を直接報告できるアプリケーションの提供、そして利用者に特に不評の悪臭の除去などが含まれています。 フランス、排ガス対策で車に通行税を検討10月17日水曜日、インターネットメディア、コンテクストによると、フランス政府は交通に関する指針法案の一環として、住民10万人以上の自治体に入る車への通行税を検討していることが明らかになりました。フォアグラのの人気が復活の兆し、 2018年の売り上げ、3年ぶりに増加。10月18日木曜日、鳥インフルエンザの影響で、2016年から激減していたフォアグラの売り上げが、今年は堅調に推移し、12月のクリスマス商戦を前に、業界に期待が高まっています。続ききましてアンサンサブルススタッフがこの中から最も注目すべきニュースを 日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、パリの地下鉄を清潔に、エルアーテーペイが清掃強化計画を発表、汚名返上なるかです。10月16日火曜日、エルアーテーペイパリ交通公団と、イルド・フランス・モビリテ、イルド・フランス公共交通労働組合は、 地下鉄及び駅構内の大規模な清掃強化計画を発表しました。計画には利用者へのマナー向上を呼びかける案内表示、地下鉄利用者が問題を直接報告できるアプリケーションの提供、そして利用者に特に不評の悪臭の除去などが含まれています。LRT ーーペートイルドフランスモビリティは パリの公共交通機関の清潔さ促進のための新たな清掃強化計画に年間数百万ユーロの予算を確保すると発表しましたパリには地下鉄、トラム、LUL、都市圏高速鉄道網のほか郊外電車、TJW、フランス版新幹線などの公共交通機関があります 中でも地下鉄や LUL の車内や駅構内は決して清潔とは言えない場所が多くまた、ひどい悪臭がすることで悪名が高くパリ市民をはじめパリを訪れる観光客にとってパリの印象を悪くする大きな要因となっています。また基本的に地下鉄の駅にはトイレはほとんど設置されておらず 駅構内で用を足す人が後を絶たず悪臭の原因となるだけではなく衛生的にも多くの問題を抱えています改修工事を終えたばかりの地下鉄ジョレス駅の視察に訪れたヴァレリー・ペクレス・イルドフランス地域県知事は清潔さは最優先事項であり人々を使いたいという気にさせる 公共交通機関を提供しなななければならないと述べエルアーテーペイとイルド・フランス・モビリテは、今回の清掃強化計画のために、新たに共同で、2018年は200万ユーロ、およそ2億6000万円、1ユーロ129円計算、2019年から2021年にかけては、 年間500万ユーロおよそ6億5000万円の予算を計上したと発表しましたこの予算はイルドフランスモビリティの乗客への快適性向上のために組まれた年間補正予算8500万ユーロおよそ110億円から割り当てられます具体的な計画として乗客が 車内や駅構内で清掃の不備や不衛生な場所を見かけた場合、専用のスマートフォンアプリを使って、エルアテーペイに報告することができます。そして、利用者に対してマナー向上を呼びかける案内表示を設置します。具体的には、一目でゴミ箱だとわかるようなわかりやすいデザインにする。 チケット販売機や改札のすぐそばにゴミ箱を設置し、レシートや使用済みチケットを捨てやすくする。駅の入り口に灰皿を設置し、駅に入る前にタバコを消すように促すなどがあります。エテーペ p は今年の年末までにシャトレ・レアル、オベール、ナシオン、 サンドゥーニ・ポルト・ド・パリなど18カ所に悪臭除去システムを設置します。さらに2019年から2021年にかけて30カ所に増設する予定です。エテ r ペ p は昨年完全に自立して3万平方メートルまで床掃除することのできる自動清掃マシンの試験を行いました。試験の結果をもとに 今後導入していく計画です。自動清掃マシンによって、清掃員は他の清掃に集中することができるため、清掃効率がアップすると期待されています。現在 lrtpa が管理している。駅のトイレは地下鉄が16箇所。lul 都市圏高速鉄道網が32箇所の合計。 48箇所しかありませんまた、これらのトイレは一度に1人しか利用することができないうえ、故障などの原因で利用できないことが多く、決して便利とは言えません。LRTP は、今後、トイレの数を100か所まで増設する方針で、現在はどの駅にトイレを設置するか検討しているとのことです。では ただいま紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 le plan de la RATP pourra-t-il sauver l'honneur de Paris? La société publique s'occupant des transports en commun parisien, qui s'appelle la Régie autonome des transports parisiens, RATP, a présenté Mardi 16 octobre, son plan de grand nettoyage. Ce plan prévoit un nouvel affichage, la possibilité pour les passagers de signaler un problème, de s'occuper des mauvaises odeurs et aussi d'inviter les gens à avoir de meilleure manière. La propreté est une priorité absolue. La RATP et Île de France Mobilité auront désormais un budget de plusieurs millions d'euros par an pour la propreté des transports en commun à Paris. La mauvaise réputation des transports en commun à Paris. Paris comprend des transports en commun tels que le métro, le tramway, le RER, réseau express régional, ainsi que le train et le TGV train à grande vitesse. Les voitures du RER ou du métro et les stations de métro étant souvent sales et ayant souvent de mauvaises odeurs, cela donne une mauvaise impression de Paris aussi bien aux Parisiens qu'aux Touriste. Il y a peu de toilettes dans les stations de métro. Il y a peu de stations de métro équipées de toilettes et de nombreuses personnes soulagent leurs besoins naturels sur le sol dans la station. Cela provoque non seulement de mauvaises odeurs, mais pose également de nombreux problèmes d'hygiène. La présidente du conseil régional d'Île-de-France déclare, il faut donner envie aux gens d'utiliser les transports en commun. C'est ce qu'a déclaré Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France, après sa visite de la station Jaurès, juste après des travaux de rénovation. Environ 5 millions d'euros par an de budget. Pour ce plan de propreté de la RATP et d'Ile-de-France Mobilité, il y a un budget de 2 millions d'euros en 2018 et de 5 millions d'euros par an entre 2019 et 2021. À cette somme, Île de France Mobilité ajoute un budget complémentaire de 85 millions d'euros annuels pour améliorer le confort et le ressenti des voyageurs. Le plan en concret. Les passagers peuvent signaler les endroits non nettoyés et les lieux mal propres. En effet, les passagers pourront signaler les problèmes de propreté via une application smartphone de nombreux affichages pour améliorer les bonnes manières. La RATP va également déployer de nouveaux affichages afin d'améliorer les habitudes des usagers. Par exemple, des poubelles facilement trouvables et reconnaissables, installer des poubelles juste à côté des distributeurs automatiques, de billets et des guichets pour que les gens puissent facilement jeter leurs reçus et billets usagés. Installer un cendrier à l'entrée de la station et encourager les gens à éteindre leurs cigarettes avant d'entrer dans la station. Éliminer les mauvaises odeurs. À la fin de cette année, la RATP mettra en place un système d'élimination des mauvaises odeurs dans 18 sites dont Châtelet les Halles, Aubert, Nation et Saint-Denis porte de Paris. En outre, elle prévoit d'en ajouter dans 30 autres sites entre 2019 et 2021 un robot nettoyeur dernière génération. L'année dernière, la RATP a testé une machine de nettoyage automatique totalement autonome et pouvant nettoyer le sol jusqu'à 30 000 mètres carrés. La RATP prévoit d'utiliser ce robot dans l'avenir avec une Telle machine de nettoyage automatique, les agents de nettoyage peuvent se concentrer sur d'autres nettoyages. L'efficacité du nettoyage devrait donc être améliorée. Ajouter des toilettes à l'avenir. Actuellement, il n'y a 48 toilettes dans les stations gérées par la RATP, 16 métros et 32 RER. De plus, ces toilettes ne peuvent être utilisées que par une personne à la fois et ne peuvent souvent pas être utilisées. Pour des raisons de panne ou autres, ce qui n'est pas du tout pratique. La RATP envisage d'augmenter le nombre de toilettes à 100 dans le futur et étudie maintenant dans quelle station elle va en installer. Enfin. Est-ce que les gens auront une meilleure image du métro de Paris Est-ce que le jour où il sera dit que le métro de Paris est propre arrivera C'est ce que nous espérons. sébastien パリの地下鉄は清潔だと言われる日はやってくるのでしょうか。今後に期待したいですね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、 経験豊富な講師がすでに45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、入会した生徒様の92.2%が3ヶ月以上継続し、さらに 96%の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています継続率と満足度の高さがアンサンブルの自慢ですアンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので入門者でも安心です試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています さらに、会員の方には、マンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、そして、会話教科という、3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる、本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひ、アンサンブル・アン・フランセの 無料体験レッスンをご受講くださいあなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしていますこの番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ「購読する」のボタンを押してください またオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみくださいそしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てにお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしますたくさんのご応募お待ちしていますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょう